どうも皆さんこんにちは、吉山です。はい、今回は、あれですね、運勢を占おうと。今年のやっぱりそのモンハンじゃできねえだろうとか思ってたんですよ。でもこのお守りでよくねっていう、すまんお守りでよくねっていうやつで、タントホレですね。まあこれについてはまあ皆さんもう知ってるでしょう。お守りをね、集めるクエストで今回はこれが一番いいというやつですね。まあ、とりあえず行きつつ説明しよう。で、秘境6、8パターンと呼ばれているパターンでね、掘っていきます。で、10周して、で、その10周した中で一番いいお守りを見て、で、それでまあ大吉かね、強か吉とか、まあそういうのを決めていくみたいなやつですね。で、僕は超にわかなんですけど、担当掘れ。一応軽く解説できたらいいかなとか思ってます。で、まずここ秘境ですね。これ猫飯で必ず秘境探索術をつけていきましょう。コックマークついてれば絶対に発動する。で、スキルが。食材の横にね、食材っていうか料理か。料理の横にコックマーク。コックマーク？なんか、コックさんが被ってる長い帽子のマーク。コック帽か。コック帽マークがあればあれなので、はい、しっかり、スキル、秘境探索術はしっかりつけていきましょう。で、ここは先行玉でいいと思うんだよね。まあここら辺もなんかそのしっかりとしたタント掘れを説明する動画が何個か YouTube に上がってると思うので、他の方のね、それを見ればまあ大丈夫だと思います。僕のは本当適当にやってるんで適当っていうか、もう本当そんな、なんだろう、ラフな感じでプレイしてるので、僕のはあんま参考にしない方がいいですね。あんまっていうか、もう絶対参考にしない方がいい絶対その動画とか見て、そのやり方でノラとかもやってるんで、まあ、ちゃんとそれ見ないと、野良には入らない方がいいっていう話ですね。もう他には、で、ここランダムにね、いろいろ掘るところが復活じゃねえよ。人によって違うので、で、ここ6番、8番か。8番入った瞬間に、一番最初に入った人は、なんだっけこれ、煙玉じゃなくて、煙玉だ。煙玉を使いましょう。で、一番最初に入った人は結局気づかれちゃうんですね。で、気づかれちゃうので、まあ、音爆弾で落としつつやると。で、エリアを一回戻ってまた入ると煙玉が続いてて、一番最初に入った人もバレないっていうやつなんですね。なので、一番最初に入った人は、まあ、そういう方法を取るというやつ。やばい、もうやつとかそういうことしか言ってない。説明適当すぎる。本当に僕の動画を参考にしちゃいけませんよ、皆さん。で、秘境6、8パターンなので、1対秘境6、8パターンなので、まあ、こんな感じで秘境をこう掘り終わったら、戻り玉で戻るという感じですね。あれ、猫竹のチケットまだ来てないな。で、粘石炭を入れて、入れると届くのか。で、猫竹チケットを取って、みんながこう入れたことを確認したら、猫竹チケットを入れると。はい、28個ですね。で、これ何個か、なんか、その28個が最大枠が出る数。このクエストは、粘石炭を入れた数に依存するので、報酬のお守りが。だからまあ、どうなってんのかなって話ですよね。どうなってんのかなって話じゃなくて。だから、なんか、議論が行われてるらしい。結構22個でいいんじゃないかとか、28個でいいんじゃないかとか。で、もう結論出たのかな、まあ、そこら辺見てないんで、本当僕らっつがもう、僕の粘石炭のやり方適当なので、しっかり野良でやる場合とかは、他の人のちゃんとした攻略動画を見ていきましょうね。他の人に迷惑かかっちゃうんで。さあ、まずは1回目。いいね、出てるね。1個だろ、これでまず1個でしょ。で、ここ、かける3なんで、これで4個。かける2で、6個。かける3で、9個。で、11個か、これで。といった感じで、ほら、素晴らしいでしょ、これ。赤3個しかないんかい。最近額プラス7。これまあ一応取っておこうか。これはいらないかな。KO、俺、KO プラス6でさ、スロット3っていうハンマーの紙を持ってるんだよね。こんな感じかな、いらないね、他は。よし、まあこんな感じで、10周するんで、ぜひ最後までもしよかったらね、見ていってください。それでは2回目参りましょう。もうじゃがりこ食いながら回してるよね。2周目だけど、じゃがりこを調整しつつ食わなきゃいけないっていうハンターの鏡。3、
3、2。なるほどね、こんな感じの報酬もあるんだね。多分あれで一応3段目の最後まで出てるから一応最大報酬枠なのかな。お、いいね、赤出る、赤、お、赤3つ来たか。いいね、この数で赤3つはいいよ。お、回避距離プラス4でスロー3か、まあまあ悪くはないね。さあここ、お、送電速度プラス6とスロー2か、まあまあまあ、ガンナー俺わかんないから一応取っとく。 KO プラス6、あ、これはね俺あれだから KO プラス6にスロー3持ってるからね。はい、では3周目行こう。さあ3周目頼むぜ。お、いいね、お、めっちゃ出るやん、めっちゃ出るやん、いいね。で、あのね、ここら辺のあれ、これはなんか全部売った方がお金にもなるし、まあこれ素材いらないよって方はぜひ売っちゃいましょう。いいね、お、赤は5個か、いいね、いいね、いいね、すごく風化した方だけ持ってないね。あー、これはいらないね、持ってるね。うーん、これもいらないかな。通撃プラス4でスロに一応取っとく。うん、いらないね、俺これ笛銃持ってんだよね。あー、あ、これちょっと、これでスローさんだったらちょっと使い道あったかもしれなかったやつ。はい、次4周目いってみましょう。さあ4周目、結構いい調子だよね今のところ、お守りの出に関しては。ほら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 、1、4、4、7、9、11、いいね、いいね、いいね。あー、ただ赤がやっぱどうしても少ないよね。ガード強化はいらないな。食事、あー、これもいらないかな、いらない、いらない、さようなら。さあ5回目来い。お、赤いっぱいあるじゃん、いいぞいいぞ。さては、さては来た。次6回目。あー、ちょっと少ない今回。でも少ないところにやっぱあのあれあるじゃん、あのことわざあるじゃん出てこね、出てこい、出てこい、あれ、はい、次。さあ7回目、そろそろ頼むぜ、そろそろ。赤1個しかない、嘘嘘嘘嘘。あーっと、なんか惜しい、ちょっと惜しい感じなやつ。はい、次8周目。赤2個しかない。あ、砲術プラス7でスロー2、まあいい、いいだろう、まあ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 、すっ。はい、次。俺の名前はカルシファー、現在9回目中だ。お、これは、これは、これは来たんじゃないか。ああ、さあラストですね、頼むぜマジで。いや全然出てないよ、やっぱ10回ぐらいじゃ神尾間にはたどり着けないってことなのかな。いや、まあ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 、落ち着こう1回、俺最後出ちゃうみたいなとこあるじゃん。頼むぜ。つうかやばい、これ裏眼金2つの装備、虹だとめっちゃあれじゃん、めっちゃあれしてるじゃんこれすごいね、面白いね、頼むよ本当に。いや、まあ、最後の報酬で結構守りがバーって出てきてくれたらすごい嬉しい、頼む。いや、なんでやねんなんでお前こんだけもう全部マックスなのにお前1個しかねえんだよ。3個か、1個で3個だねこれ。いや珍しいね、逆にこんだけ全部報酬埋まったのにもかかわらず3つしか出ないっていう。頼む、赤、赤ある、頼む頼む。ああ、はい、といった感じで終了ですね10戦。狂乱の塩さん、リンリンさん、キアさんで、途中で抜けてはしまったんですが、メロンさん、ミレイさん、カイトさん、ありがとうございました10周。いや、まあ抜けた人は10周じゃないんですが、リンリンさんはね、最初から最後までもう10周してくれ、10周まで手伝ってくれましたね。はい、皆さんお疲れ様でした。どうですかね、出ましたか皆さん神尾は出ましたか。僕はちょっとで、ね、やばかったね。この後ちょっとまとめるんであれなんですが、皆さん本当に手伝っていただいてありがとうございました。はい、ではまとめに入りますか。いやー、ちょっと自分なりにね、どれが一番いいかなって決めたつか見たんですが、もう一つだけだったね、完全にこいつだろうっていうのが一個ありましたね。さあそれがこちらです。ダルルルじゃん、はい、まさかの王の戸籍っていうね竜の戸籍じゃなくてまさかの王の戸籍が1位、ノートプラスコスでスロー2、
まあこれだろうね、一番は。他にもいろいろあったけど、やっぱりその一点で考えると、一点で考えると、あのスラークと体験に使えて、やっぱ能動術って結構つける人意外といるから、まあこれだろうね。まあスロー2もあるということでこれでしょうね、間違いなく。武器スロー使えばあの能動つけられるんでね。能動のやつは1個で1のやつがあるんで、武器スロー3と、スロー2使うだけで能動つけられますね。ただ武器スロー3の武器で性能がいいやつがあるかどうかは知らないんですけど、まあ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 、まあ、考えついた結果がこれでしたね。でまあこれこれさ、基地とか大基地とかに表現する、直して表現すると、まあ末基地だよね。まあだから今年の僕の運勢はまあ末基地っていうやつだよね。はい、皆さんもぜひあのモンハン流初詣おみくじをぜひねやってみてください。はい、それでは皆さん今年もお互い良い年にしていきましょう。良いお年にしていきましょう。カムルーバス。